クセノクラテスクセノクラテスは、ギリシアの哲学者。アガテノルノコでカルケドンの生まれ。コアカデメア第三代の学頭として25年間在職した。プラトンの友をして、シケリアにも出かけたが、生まれつきに深かった試しのプラトンには、アリストテレスと比較されて、一方には、手綱が必要だが、一方には、白車が必要だと言われていた。反面、クセノクラテスは、威厳に富。 人格者として知られていたので、アてない人には先生しないで証言することを許されていたほど信頼されていた。クセノクラテスは、プラトン万年の思想をピタゴラス派に近づけ、イデアと数を同じものと見、世界の生命原理を自己運動する数として規定した。三分法を好み、論理学、自然学、倫理学の三学化、天下、天根、地上の三界、感覚、読者、 地の三地角などの区分を試みた。道徳説としては、地と、徳、徳と幸福の一致を唱えた。ディオゲネス・ラエルティオスによると、クセノクラテスは、自然について六巻、知恵について六巻、富について一巻などをはじめとして224,239行に、渡る著作を行ったという。ディオゲネス・ラエルティオス、ギリシア哲学者列伝岩波文庫。 1994年 P335 ディオゲネス・ラエルティオスギリシア哲学者列伝岩波文庫1994年 P336 ディオゲネス・ラエルティオスギリシア哲学者列伝岩波文庫1994年 P339 から344ありがとうございます。